皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川地です。えー、今回、第6回目ですね、えー、皆さんを励ましたい動画ということでお届けしていますけれども、あの今回はですね、えー自分自身への、自分自身の自信について、えー、それについてお話をしたいと思います。 まあ私もね、いろいろ相談会やったりだとかあ、あと受講生の方とかね、えー、U29 の方の会員の方とか、まあいろいろいますけれども、私とね、関わってくれている生徒の方とかね、いろいろいますけれども、あのー、まあもちろんいろんなタイプの人がいるんですよね。で、その中で自分にすごい自信を持っている人もいれば、あのー、本当に自分に自信を持ってないよというような人もいます。で、結構そういう人は多いです。自信持ってないという人 あのー、多いですね、まあ、それでも私のところに、あのー、来て、あのー、話をね相談に来てくれてるということはもうそれだけでもね一つアクションを起こしているので、まあ、素晴らしいとは思うんですけれども、まあ、中にはですね、あのーまあ、こういった動画とか私の動画とかあメルマガとか、えー、ブログとか、えー、読んでくださっているけれどもちょっとまた私にね会いに来たりとか相談するという。 う一歩踏み出せないというような人も中にはいるのかなと思うんですよね、まあ、一歩踏みです出せないというか、まあ、私にはどうせ無理だなと思っていてアクションを起こしてないというような人もいると思います相談したところで別に、ね、留学なんかできるわけないと 大学院留学なんかできるわけない、MBA 留学なんか、えー、できるわけないよとこういうふうに思ってる人も、中にはいるんじゃないかなと思うんですよね。でも、あの実際ですね、まあ、私のところに来てくれた方ですけども、そういった方でいろいろ話を聞いて、自信なくて、もうちょっと人生ね、まずいなと、まずいんですなんてね、言ってるような人。 でも第三者のね私からしてみると全然そんなことなかったりするんですよねあのすごい自信を持ってやってる人たちよりもよっぽどスペックも高くてあの可能性高いんじゃないかなというような人もね、えー、実は多いんですよね結構自信ない人ほど自信,自信ない人ほどって言ったら語弊ですけどあのそういう人なたちの中には ものすごいレベル高い人もあの正直いますね。すごいもったいないなと思います。まあ私のところにね勇気を持ってきてくれた方にはやっぱりまあサポートできていて、あまあ別にあの会員さんとかあの受講生の方。 あ受講生にならなくてもね、一、えーまあ、回ちょっと相談乗って、えー、自信持ってくれてるような人、あ自分は全然こんなね自信をこう持っていいんだなとお、もっと軽く考えていいんだなと、まあ、いい意味でね、そういうふうなこと、自信を、ね、持ってくれてる人もやっぱいますから、ぜひね、えー、何かこう今、ねも、自信持てないよというような人は、あのー、まずはね、 最初の一歩踏み出して、まあ、私のところに会いに来るとか、まあ、別に私じゃなくても誰かね人にちょっと話してみるとか情報収集をね、えー、してみるとか、まあ、そういったところでまずはねあの第三者の意見を聞いてみるというようなことをやってもらえるといいのかなというふうに思うんですよね。まあ、本当に、ね、あの自分一人でで、えーまあ、運命とといいいうか、ね、そうかそったとこジジャッジをしないで、えー してもらいたいいたなと思います、まあ、私もねいろんな人見てますからあの本当にね、えー、いろんな人見てますからね、えー、そんな中でやっぱり、あのー、いろんなこうまあアドバイスというか、まあ、そういったこともできると思いますしねうんまあ本当にね、えーまあ、例えばまあ20代の方は自信を失ってしまったばっかりに行動にこ行動を起こさ,起こさずに まあそのままも30代になっちゃうと、それで30代も後半になって、で、40代になっちゃうというような人もいると思うんですよね。で、えー、そういったアクションを起こさずに、5年後、10年後、やっぱり同じように何もしない、できてない、自、え、信、ー、がない、そういう人もやっぱり出てくると思います。そういう人に5年後、10年後なってしまうのか、ここで、えー、ね、自、え、信、ー、をね、つけて、 えー、いい方向にこう、ね、持っていくのか,分かれ、ま、分かれ目かもしれないですよね、今、このところ、この時がね。まあ、そんなところなので、あの第三者から見たら、あの自信を持ってない人でも、全然あの大したことじゃないよと、皆さんに、ね、できることがあるんだよっていうようなケースも、ねまあ、多々ありますので、えー、ぜひね、あのー、最初の一歩を、ね、踏み出して。 えー、まずは人に会う、それから、ね、もっともっと情報収集をしてみる、まあ、そんなとこから始めてもらえたらいいかなというふうに思います。ということで、えー、本日は、ねえー、以上になります。また、ね、参考になったなあという人は、あのいいねをね押していただけると嬉しいなというふうに思います。ということで本日は以上です。ありがとうございました。